親がバレエをやっていて、それで始めました。小学2年生で富岡フレンズバレーボール少年部、富士宮第4中学校、最初リベロやっていてスパイカーに転向してスパイクを打っていたんです。静岡県内で一番その自分がやってた中で良くて転向しました。練習に覇気があってよく声が出るので、つなぎが良くて多彩に攻撃できるところがあります。厳しさもあるんですけど、いいプレーしたら褒めてくれたり、全国ベスト4